さて追っ始めるか。これはお墓だよ。人数分にはほど遠いけど、練習を兼ねて俺が作ったんだ。気休めかもしれないけど、戦場じゃよくこうしてたでしょ。俺が憎しみ続けてる間、リッケルトはこれを仲間の死を受け入れ弔い、新しい生き方を見つけて、こいつらしい健やかな強さで。襲ったのが俺で残念だったな。お宝はあるんだろうな。上玉がいたら教えてくれよ。ここは守んなきゃね。どこの誰だか知らねえが、よく殺してやる。やりやがれ。助けてください、お願いしますだろう。目にもの見せてやら。なんでな。命をかけるなんざバカのやることだろう。
リッケルト、さっきはその、すまなかったな。うん、俺の方こそごめん。自分でも歯がゆいよ。だけどここにいていろいろ大切なものもできちゃって、気が気でないのは分かってるけど、今夜はここでゆっくり休んでよ。逃げたんじゃねえ、逃げられねえんだ。この右目に最後に焼き付いたものから、恐怖、憎悪、わからねえ、あるいはその両方なのか。このドス黒い炎は絶対に贖うことはできねえ。贖えねえなら、逃れられねえなら、こいつで身を焼くしか、敵を焼くしかねえんだ。アスカを放り出した俺には、仲間の仇討ちさえ口にする資格はねえ。俺たちが一番大変な時にそいつはここにいなかったんだ。そんな野郎を仲間なんて呼べるかよ。お前はもう抜けた人間だろ。そこまでしてもらう義理はないよ。連れてけよ、無理やりでも何でも。今度こそ出ないと。あいつ、お前は自分の戦をするんだろ。行かなくっちゃ、一人でも行かなくっちゃ。とうの昔に、あの時から俺にはもうその資格はねえんだ。自分から始めた戦だったよな。こいつは俺が自分から挑んだ戦だ。けどよ、だけどよ、俺を焼いているのはこの黒い炎だけじゃねえ。あの日々のかがり火はまだ胸を焦がしてる。そうだ、このか細い最後に残ったかがり火だけが、俺が黒い炎に飲み込まれるのをギリギリ踏みとどまらせていたんじゃねえのか。なんてこった。俺はまた繰り返しちまったっていうのか。俺はまたなくしちまってから気がついたっていうのか。またそうとも知らずに、この手のひらから放り出したことにも気づかずに、まだだ、まだ遅くはねえ。今度こそもう二度と失えねえ。異端審問官護衛の際、たびたび襲撃を受けた。さて、あなた方が私を襲った理由を聞かせてもらいましょう。復讐だ！貴様は村を邪教徒の隠れ里と抜かして、村人全員を焼き殺しやがった！女子供に至るまで一人残らず！確かに不幸にもそのようなことがありました。しかし拙僧は、神の教義に従い、公正に判決を下したまでです。何が公正だ！俺たちはただ飢饉で寺院へのお布施を一時的に中断すると申し出ただけだ。それを一方的に！天誅だ！貴様にこそ天罰を下してやる！天誅、天誅、天誅だと抜かすか、この不心得者が。
僧侶に弓引く廃教者の分際でこともあろうに天誅だと。貴様らのような輩に、いや、この地上では我が包丁を置いて他に神の代弁者たる資格は何人たりにも許されてはおらぬわ。ファルネーゼ殿、貴兄はこの者たちにはどのような処分がふさわしいと思われますかな。僧侶殺害を企てた者には家計か車輪引き刑が課されます。ご名答。素晴らしい。さすがは栄えある聖鉄砂騎士団団長殿です。大したご見識だ。私の権限をもってこの場で簡易裁判を執り行います。判決、被告全員を車輪引きの刑に処す。